してるんですか。いや次どうしようかなと思って。ほら俺らか中尾芽衣子です。丸々こととかあります。おめちゃんって呼ばれてます、はい、今日の衣装のポイントありますか。今日の衣装のポイントはほつけたポンポン。ほつけたポンポン。ちょっとほつけてるの。ちょっとほつけてきてる。ここがポイントです。ちょっと隠しておきます、ね、なるほど。中古感。そう、 そう私が来たからもう中古になっちゃったから、ね、テーマは木です。木ここが草で、ここが枝。枝枝枝葉っぱ。クリスマスツリーコスプレ。なるほどなるほど。草木、草木。樹木。いい木だ。いい木ですね。オーナメントしたくなるでしょ。私を、そう、私のあなた好みのオーナメントにしてください。バレすぎでしょ。もうね、全くエロくないですもんね。ナンパ普段されますか。されないです。されないですね、意外と。されないです、全然されないです。キャッチとかはすごい引っかかりやすい。キャッチは引っかかりやすい。お姉さんお仕事探してませんか、はい、みたいな。仕事探してる顔なんですね。そう所属してますんでみたいなテンションになっちゃうんで、はい、なるほど。逆なんとかはあります。あ、したことあります。え、逆なんていうか、友達が渋谷でイベントしてますってなって、ほう、で、なんかその友達しか知ってる人がその空間にいなくて、一人で行きたくないなと思って、うんうん、知らない人に何してるんですか。いや次どうしようかなと思ってて、俺ら観光客なんだよねみたいになったんで、あ、ちょっといいとこあるから一緒に行きませんみたいに言ったら、え、これがキャッチみたいな、めっちゃぼったくられるんじゃない。いやめっちゃ怖い、めっちゃ怖い。言われて、でも無理やり連れてきました。で結局入ったら、はい、なんかいっぱい友達いて、あ、そうなんですね。あ、さっき出会った人みたいな感じで紹介して。なんかその後なんかないですか、おまけエピソードみたいな。その逆難したお兄さんと。ないんですよね、逆難した人とは。ない。あ、そうですね、放置したんですね。とはない。なるほど。エロかったら高評価、チャンネル登録、あとお金をください。